わずか6年という短い期間にその20億の会社まで育て上げてきたというのが、はい、私たちその駆け出しの経営者にとってみるとその部分がまず目を引く部分なんですが、はい、そのあたりの歩みというかですね、背景について教えてください。はいはい、正直申し上げまして、はい、ものすごいマーケティング手法とか、はいはいはい、特別なこうなんていうんですか、はい、企業戦略とかを用いて、はい、今に至ったわけではないので、はい、まあ、目の前のお客さんがいらっしゃって、はい、ご要望をちゃんと聞いて、はい、それを現実の、システムや、はい、価格に反映していくというのが、はい、まあ、しっかりできて、うん、でそれで、まあ、ご紹介が増えたと、はいはい、いうのが一番の原因だと思いますので。なるほど。良質なサービスを低価格で、はい、まあ、適正価格で、はい、提供するというのは、はい、どういう具体的にちょっとお話しできる範囲で結構ですので、はい、どういうふうにコストダウンを進めていったのか、はいはい、やっぱり、まあ、いくらその安い商品を生み出そうとしても、はい、じゃあうちの場合は、はい、まあ、送り出すのが、はい、教師であったり、はい、人ですので、はい、でそこのコストを下げようと思っても、はい、なかなか難しいですから、そこ下がりにくい、はいはい、やっぱり他社さんよりもお給料が安かったら優秀な学生集まりませんので、やっぱり他社さんと同レベルか、うん、はい、それ以上の給料を上げないと学生にですね、はいはい、いい教師が集まりませんから、はい、でそこをやっぱり下げるわけにはいかないんですよね、はい、うん、ですんでじゃそれ以外の部分で効率化を進めていこうと思うと、うん、やっぱりその、はい、まあ、宣伝からその生徒さんのところに先生が行くまでの家庭の、はい、まあ、あらゆるシーンで、はい、コスト削減を進めていかないといけないですね。なるほど、はい、結局は定点観測っていう話になるんですけど、定点観測、はい、費用対効果ですので、はい、まあ、ある程度の費用をかけて、はい、じゃあその費用がどのくらいの効果を生み出すかっていうのを、はい、まあ、その測定地点を決めて一箇所決めて、はいはい、測っていくわけですよね。どういうものを測るんですか。例えば、はい、チラシのレスポンス、チラシのレスポンス、はいはい、営業の効率、営業の効率、はい、教師募集の効率、教師募集の効率、はい、などですね。なるほど、はい、一箇所、それはどういうことなんですか。都市を決めるのか、それとも都市の中のより細かいエリアを決めるまで決めるのか、どこら辺までの定点なんですか。はい、それはいろんな枠がありますんで、まあ、それぞれの枠の中で定点観測をしていって、はい、で、結果的に、うん、じゃあこれは、レスポンスが上がってるとか、はい、下がってるとか、はいはい、そういうのを費用対効果として、はい、突き詰めていくことによって効率化していきますね。はい、下げれるところと下げれないところがあるということなんですね。そうですね、うん、やっぱりその良質なサービスっていうのを大きな目標とする限りは、はい、その教師の質自体を下げるわけにはいきませんので、うん、やっぱりじゃあそれ以外のところで効率化できるところをしっかりしていくと、うん、なるほど、はい、ではその定点観測の結果ですね、はい、そのこの地区の、まあ、ここに例えば何ヶ月間か同じチラシを打っていて、はい、レスポンスを測った結果、はい、今現状例えば1万円で出しているものが半額で出せるぞといったら料金改定はどんどん進めていくわけですか。そうですね、結構都道府県によって、はい、まあ、料金がですね、はい、ホームページ見ていただいたら分かりますが、はい、変わってるんですけど。なるほど、まあ、それは費用対効果の結果ですね。あ、はい、もうじゃあ全国一律ではなくて県とかその、はい、いわゆる先生が集まりやすいところとか生徒が集まりやすいところは比較的安くできる、はいはい、そうですね。はあ、はい、なるほど、はい、まあ、もちろんその教師の方の人件費とかも含めて、ね、あ、人件費もその県によって違うわけですね。はい、やっぱりその、まあ、県によって最低のバイトの時給が違うじゃないですか。はい、はい、そうですね、そうですね、はい、だからそういうのに、まあ、照らし合わせつつ、なるほど、はい、そういう労働基準監督署が出している公的な基準と、はい、市場調査による基準と照らし合わせて作っていくと、はいはいはい、データとか数値とかそういう明確なものに基づいてビジネスモデルを構築されてきているということなんですね。そうですね、まあ、正直言ってそれしかないと、それしかない、はい、うん、思ってます。まあ、結局お金の流れですから、うん、の経営というのはですね、なるほど、だからそういった部分はそれしかないですね。なるほど。であとはやっぱり人材だと思います。その生徒さん、社員さん、はい、生徒さんに対してしっかり愛情を注いで、はい、
しっかりしたプランを立てて、うん、いい先生を選ぶ、うん、はい、その社員を当たり前なんですけど、うん、それがやっぱりしっかりできる人間が現場に出続けないと意味はないですね、うんうん、なるほどですね、はい、結果としてなんですけど、はい、あの他社さんよりは確かに安いです、はいはい、あの全国の学習塾の平均の年間お月謝が、はい、70万円、年間平均70万円一人の生徒を払ってると、はい、はい、私どものお月謝は月額2万円前後、月額2万円というと年間24万円、はい、まあ100万、まあその平均の70万円からするともう3分の1ぐらいの値段になるわけですね、はい、そうですね、うん、地方の学習塾がまあ50万円、はい、まあ、もしくは35万円と仮定しても、はい、まあ、その3分の2から半分ぐらいの、お月謝にはなります。なるほど、はい、その安さっていうのは一つの強み、結果として強みになったと。はい、もちろんですね、うん、ただまあ安いだけではやっぱりそのお客様に受け入れていただけませんので、はいはい、じゃあそのなるべく、ご家庭のご要望に応え、うん、良質なサービスを、はい、その価格にできたっていうことが、はい、あの成長の原動力だとは思います、うん、